このプロジェクトで作られた印刷版ウィキペディアを読んでいる男性フロムアーアーアーツートスプとはアメリカ合衆国で進められている英語版ウィキペディア全文を印刷、製本して書籍化するプロジェクト芸術家であるマイケル・マンディバーグにより企画されたマイケル・マンディバーグの意図としてはアートとして出版するとのこと2015年夏のニューヨークのデニーギャラリーでは 製本された Wikipedia が展示された。展示が終了した後、製本された分は売り出す予定で、展示に使われた本は、全ページが印刷されてはいなかったが、注文があれば印刷することも可能であるとしている。印刷、製本は、Wikipedia のデータを自動的に加工して、ルルエンタープライズのオンデマンド印刷サービスを利用して行われている。Wikipedia 書籍版の規模は、 本文が7473巻、目次が91巻、1巻あたりの単価は80ドル、全巻セットだと50万ドルとなる予定。このプロジェクトを受けて、虚構新聞はお詫びを行った。虚構新聞には2012年10月16日に、ウィキペディア日本語版が資金確保のために書籍化して出版するという記事が書かれたものの、それが実現して、 虚構新聞としての誤報となったからである。ありがとうございます。